皆さんこんにちは、アンナです。本日から、Sims 3というゲームを使って、ユリ世帯を築き上げるというコンセプトのもと、このゲームを遊んでいきたいと思います。まあなんだろう、セカンドライフを楽しむようなゲームなわけですが、いろいろなキャラクターを自分でクリエイトしてね、建築して家も建てられるゲームなんですが、まあ恋愛要素というか、まあそういうものもあってですね、それをまあ同性同士での恋愛も可能というね、そういう公式設定がありますので、今回はそれで一度もまだ体験したことのないユリ世帯を作り上げるという企画です。で、とりあえず今回はベースゲームでプレイして、まあ家を建てて、まあキャラクターも女性8人を作ったんですね。そう、ここにいる3人の他にもまだ5人いるわけなんですが。で、まあ、オープニングの、冒頭のオープニングの方で軽く名前と画像を表示させるような感じで、まあ、紹介はしたんですが、改めてちょっと見ていこうかな。ここにいるのはリネットと、シンシアですね。まあ、彼女はちょっとボーイッシュな感じというのかな、そんな感じの女性ですね。で、今まだ爆睡しているのがブリーですね。ちなみに名前は私の好きな海外ドラマのキャラクターなどから適当に撮っているだけで、特に深い意味はないんですが、彼女、なぜか下着姿でテレビを見ているのがキャサリン。お、ここでなんか発狂しているのがスーザンですね。ちょっと色黒の小麦肌が魅力的な。今ここで歩いてきているのはサラで、向こうにいるなんかユニコーンのパジャマを着ているのはリリー。今歩いているのがカオル子ですね。またサイオンジって名前使っているのかって突っ込まれそうですけど日本風の部屋が作りたかったというか、和室が作りたかったがために、まあ、彼女を作ったようなものなんですけど、まあ、今回はこのね、ピンクの家の中でこの8人の女性の恋の行方を見守ろうと思います。で、まあ、シムパネルというのがあって、ここを見たら今好感度が高い人間っていうのがまあわかりますね。カオル子さんが全然誰とも、なんだろう、仲良くないのかな。まあ後から追加したキャラクターなので、あまり他のキャラクターと交流は深くないようですね。今回はこのキャサリンの行動を見守ってみようかなと思います。今一番好感度が高いのがリリーかな。ってことは、リリーに積極的にアプローチすれば恋愛がうまくいくというか、カップル成立する可能性がありますね。ちょっとちょっかい出してみようかな。さあいろいろたくさんコマンドがありますが、とりあえず一緒にダンスを踊ろうかな。今ご飯食べてるみたいですけど、まじまじとちょっと顔見てなかったけど、リリーの顔はこんな感じですね。え、なんかいきなり不機嫌になった。あれ、なんか浮気しだした。向こうの彼女たちと遊んでる。話しに行こう。どうしようかな、なんか泣いちゃってる。お、来たな。これでこの二人がどうなるかちょっと見守りたいな。まだ友達か。そんなに関係は深くないようです。でも好感度上がったな。どちらとも言えないようです。性別の好みを聞いたらどちらとも言えないと。ちょっと待って待って、行かないで行かないで。まだまだまだやり残したことが。よし、二人ともトイレが終了したようなので、ちょっと勝手に喋り出して勝手に好感度下がってる。この二人をまずくっつけたい。なんか特別な感情があるような感じがするので、外見を褒める。さあどうしよう。はい、リリーからモーションかけに行こう。なんか二人気まずくない？あ、来た。ここで修羅場が。はい、褒め出した。見た
タメ硬派なのにめっちゃ照れてるな。なんかいじけてないスーさん。スーさんまでちょっと照れてるように見えたけど。今いじけてるように見えた。フレンドリー。あー、何しよう。特別？どうしようどうしよう。何かこう距離を近づけたい。どう思っているか話すとか。どうなるかな。あ、なんかキャサリンが語り始めたので自分の思いを打ち明け始めているんじゃないか、これは。お、ハートマーク。首だけ。お、うまくいったな。二人をくっつける作戦が。ちょっともうちょっとやってみよう、何か。勝手に喋ってるな。お世辞を聞く？口説き落とされてるか？お？ん？隣の部屋に追い払われる。なんだ今の。ちょっと何が起こったのか分かんなかったけど。二人の仲が急に引き裂かれた。ちょっと、誘惑的なジョークを言う。キャサリンの方から彼女の方に行ってもらいましょう。さあどうなる？なぜ宇宙服なのか。ロマンチックな話してるのかな。デレデレですね、今。ロマンチック。このウフフなことをするっていうのがあるけど、このウフフというのは、いわゆる、あれですね。性格を褒める。二人の距離を縮めたら、急になんかこう、積極的になりましたね、お互いに。誘惑的なジョークを聞く。ちょっと見守ろうか、しばらく。これが終わったら、あ、また何か、素晴らしいマッサージをする。これは何とも言えない女性同士のマッサージ。しかもこの対照的すぎないか、この二人。でもなんかいい感じに好感度高かったんですよね。え、なんかカオルコについて話し出した。ロマンチック。ちょっとこれ気になるな。いやらしいハグをする。リリーとキスをするっていう目的が出てる。ちょっと他に何かできることないかな。ファーストキス行くか。ハグしたしいいのかな。誘惑される。誘惑されるってどういうことなんだろう。ウフフな直前なのかな。リリーはキャサリンがものすごくホットなシーンだと思ってる。やばいやばい。一人孤立してるシンシアの前で。ちょっと展開が早いような気がするけど、もっと耳元でささやく。赤ちゃんを作ろうとする。これ同性同士でもできるのかな。すごいいい感じな仲になってるな。勝手にイチャイチャしだした。耳元でささやく。この相入れなさそうな二人がくっつくっていう不思議な光景ですよね、これ。他に何かするのかな、二人は。もうそろそろ飽きた？いや、なんかすごい好意抱いてる。この慎重さ良くない？これね、くっついたとしてもちょっと途中で浮気したり乗り換えたりっていうこともできるので、ちょっとそういう修羅場も見せていけたらなと思うんだけど。ロマンチック。交際を申し込む。交際しちゃったらちょっと他の人と多分イチャついた時にちょっと争いが起こると思うんですよね。ロマンチック。ちょっと待って待って、行かないで。二人はまだ見守りたいよ、私は。お、なんか可愛くない？さらっと通っていくな。いい感じの雰囲気になってるけど。これどうしようかな。控えめなキスをする。いろいろと気になるけど、控えめなキスだとどうなるんだろう。
見た目がさ、こんなにどぎつい感じなのに。あ、なんか別のところでもカップルが生まれようとしている。この二人はどうなの？お、シンシアとスーザン、なんか意外な組み合わせなんだけど、私的に。声が結構渋いでしょ、スーザン。そこがミソですね。ちょっと待って待って、二人くっつくなら、ちょっともうちょっとなんかこうしてくれない？まあ、とりあえずこの二人がいい感じなようなので、なんかあるかな、面白いフレンドリー、コンピューターについて話す。これ×印っていうか禁止マークが出てるのは多分あれかな、テクノ依存症って言って、テクノ依存症じゃないか、コンピューターが苦手とかそういう属性にしたのか。あ、カップルになりかけてる二人が同じ、一緒に行動してる、一緒にダンスする、これどうだ、シャルウィーダンス、どうなるどうなる、ダンス。お、踊ってる。楽しそうじゃない？っていうかこの踊り方。途中のさ、手を上に掲げる踊りがね、ちょっと。そういえばこんなダンスあったな。以前は元を楽しむっていう目的でちょっとや、あの、去年か一昨日ぐらいにやったりしてたんですけど。このダンス、このフリーダムな感じのダンス。めちゃくちゃ面白くないですか？楽しそうだな、でも。この二人は多分、あれですね。カップルというか、いい感じの、二人なんだと思うんだけど。この意外な組み合わせ感すごい。って、これいつまで踊り続けるんだろう。落ち着いたかな？あー、ていうかもう二人は眠いんだね。寝るかな？そんな二人を横に、横目に。たらと夜中？今夜中なの？ 10 時か、結構な深夜だね。なのに激しいダンスをずっと踊り続けてるんだけど。お、終わった。トイレ行っちゃったけど、シンシア。はぁ、あ、まあ、今のところシンシアとスーザンがくっつきそうで、リリーとキャサリンもくっつきそうということかなって感じの、唯一の日本人っぽい女性、カオル子は誰とくっつくんだ？ブリーか。ブリーも一番、カオル子と仲がいいっていうか、好感度が高いな。ということは、サラとリネットがくっつくのかな？あ、なんかテレビ見出した。トリでテレビ見出したけどいいのか。この寝巻きなかなか可愛いでしょ。サンヨンジは、とうとう我慢できずに悔しいお漏らしをしてしまいました。私がなんかリネットを監視してる間にお漏らししてしまった人がいるようなんですが。さあ、もうそろそろ夜ですね。もうみんな寝始めるんじゃないか。なんでこの二人は夜更かししてるんだ。ああ、話しかけると思ったら話しかけなかった。まあ同居生活多分一日目かな。いや、一日以上多分経ってるかな。なんで夜中に料理しだすんだろう。まあ、今回は一旦この辺りで切ってもいいかもしれないですね。まあ多分キャサリンとリリーはほぼ確実に間違いなくくっつくんだろうなっていう雰囲気があるので次回は彼女たちのウフフに挑戦してみようかなと思います。ということで、私の一番のお気に入りのリネットがもぐもぐしているシーンをエンディングに今回は終了しようと思います。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。